今日は、真面目な話をしたいと、本当に私はもう YouTube ってすごいなっていうふうに思ってます。YouTube は本当にすごいですね。なんか、本物の笑顔を撮りたいって思ってます。で、まあ、毎日原宿出てる理由として売名ですよねとかっていうふうに言う人が まあいたりするんですけど、正直言わせてもらうと、売名っていうのはまあほんのちょっと、もちろんその気持ちとして嘘ではないんです。でもそれだけじゃないんですよね。なんか単純に観光で原宿に来てくる方すごく多くて、本当にもうその密度がすごい高いですよね。でなんか結構撮ったりするとすごい喜んでくれたりもするし、本当にびっくりするぐらい喜ばれたりするんですよ。で別に例えば普通に仕事してて笑顔ですよね。笑顔接客したりとか、まあ、打ち合わせしたりとか、まあ、接待だったりとか 必ず笑顔にならなきゃいけないと思うんですよ。でもその笑顔って絶対に本物の笑顔ではないと思うんです 結局、まあ、何か、のために笑顔になってるというか、目的あっての笑顔というか、本当に心から楽しんでる笑顔ではないと思うんですけど、観光で来てる方って本当に楽しんでるんですよね。なんかもう好きな人だったりとか、もう楽しい友達同士だったりとか、本当に楽しんできてるっていうのはすごい伝わるんですよ。でその楽しんでるって、その心から楽しんでるところをくるみやるもんは撮りたいなって思ってて、本当にその単純にそういう売名とかそういうのも一切関係なく、そのじゃあ私が見たものすごい素敵だなと思った国際人の方、観光大国って言われてますけど、そういう人たちをなんか見せて、本物の笑顔、それだけですよね。なんか私がやりたいことは、で生意気なこととか偉そうなこと言う、一切なくて、単純に、それだけです。 やっぱりアンチの方とかすごいいて、なんか編集ゴミですよねとか言ってくる人もいるんですけど、ね、じゃあだったらゴミを相手にするあなたって何っていう感じで、もっと違うことあるんじゃないとか思うし、でそれを言ってる私も本当ゴミだなって思ってるんで、もう言いたくないんですけど、でも本当にもちろん自分の中で哲学持ってやってることだし、まあすごいとは言わないですけど、自分の中では新しい作品だと思ってるし、でまあなんかたくさんの方に見てほしいっていうのは、まあ、その編集云々っていうよりは本当の笑顔、国際人の方の本当に、あなたの動画ね、本当に楽しかった、思い出になったよって言ってくださる国際人の方もたくさんいるんですけど、まあ、そういう時に本当に、あ、やっててよかったなって。だからそれをなんかお金取ってやってるとか、そういうのも嫌だし、なんか自分の中ではもちろん生活とか大変であっても、これがなんかもう一つの夢であり、本当に楽しんでくれてるなって思ったら本当に嬉しいし、だからやってるんですよね。それ以上でもない、それ以上でもそれ以下でもないし、で本当にお疲れ様ですって感じなんですよ。編集センスがないことはあると思います。でも自分の中で考えてることとか、まあ、自分のセンスを磨いていきたい気持ちはあるので、ただことを見ていただけたら嬉しいなと思っております。本物の笑顔っていうのが、くるみんアロマの YouTube のコンセプトですよね。本物の笑顔、もっともっとたくさんの人にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。